よ、久しぶり。ここいい？うん。それ、面白い？面白いよ。そっか。寝不足？ちょっとね。動画、ずっと見てても飽きないよ。お家の人に何か言われない？別に。親は帰りも遅いし、昔は一緒にご飯も食べてたけど。そうか、それは寂しいね。別に。昔みたいにバスケとかやらないの？一緒にバスケやるような友達もいないし。そうなんだ。それに、みんな部活とか塾とかで忙しいし。中学に入ると周りも変わっていくし、気楽に付き合いにくいよね。うん。僕も周りの変化に戸惑った時あったな。今でもそうだけど。そうなんだ。ここにはよく来るの？コロナの前とかはよく来てたよ。じゃあこれから小学生が来てプレーするから、バスケ一緒にやろうよ。え？うん。あとちょっと手伝ってくれたら助かるな。手伝うって？もうそんなに磨いたの？うん。他には？もうそれで終わり。じゃあみんなが来るまでバスケしてようか。うん。あー、やっぱバスケ楽しいな。楽しいね。今度は友達も誘ってみるよ。うん、またやろう。ボールピカピカ。お兄ちゃんが拭いてくれたの？うん。すごい！嬉しい。ありがとう。誰かに喜んでもらえると自分も元気をもらえるね。